深海に住むナデシコクラゲを子どもの状態から飼育し成長させることに世界で初めて成功しました水中にふわふわ浮いているのは岩手県沖の深海およそ1100メートルの海底で見つかったナデシコクラゲです東日本大震災の翌年震災の影響を調査していた北里大学の研究チームが回収した期間にポリプと呼ばれる